SCG ムアントンユナイテッド FC はタイ中部ノンタブリー兼ムアントンターニーをホームタウンとするタイプロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ愛称はザ・キリンズまたはツイー・キャリンズ1989年にわらびマクリによってノーグヨーグピタヤニエソーンフットボールクラブとして設立その後2002年に FC ノーグヨーグブラックパール 2003年に FC グラブレックス農具用具に改名し、2004年に農具用具ピタヤニエソーム FC に戻ったが、この時期は成功を収めることができなかった。2007年、サイアムギーラー等を発行する大災大のスポーツメディア企業、サイアムスポーツシンジケートによって買収され、本拠地をサンダードームスタジアムに移転して、ムアントニーユナイテッド FC に改名した。 優福になったクラブは芝叩く間に成功を収める。2007年にディビジョン2リーグで優勝してディビジョン1に昇格し、さらにわずか1年でタイプレミアリーグに昇格。TPL 最初のシーズンにティーラテープィノータやティーラシンデーエンダーラスター選手を獲得して2009年、2010年と2年連続でリーグ優勝を果たした。2012年2月にサイアムセメントグループが クラブの株式の30%を6億バーツで取得した。この年は後にイングランドでワトフォード FC やフラム FC をプレミアリーグに昇格させるスラビシャ・ヨカノビッチを監督に招聘してリーグ優勝を果たした。2016年にはピーラパットのお茶やティーラトン・ブンマタン、アディサク、クライソーン、タナブーン・ケ・サラット、チャナティップ・ソングラシン、トリスタンドを アディソン・プロムラクといったタイ代表選手の大量獲得やシスコの加入でタイリーグ1とタイリーグカップを制した。2007年2007年にリビジョン2リーグで優勝した。2008年2008年にはタイリビジョン1リーグで優勝した。2009年2009年にタイプレミアリーグに昇格した。昇格1年目の2009年にタイプレミアリーグで初優勝。 2010年2010年シーズンにはリーグ連覇を達成した。2020年2月10日現在星印は外国人選手を示す。監督アウト詳細はムアントニーユナイテッド FC の選手一覧を参照。SCG スタジアム詳細はサンダードームスタジアムを参照公式その他。ありがとうございます。